選手にインタビューしていきたいと思います。まずお疲れ様でした。疲れましたね。ねえ、試合後なんで汗ダクダクですね。いや、どちらか試合前から汗ダクやったけど。そうなんですか。いや、試合終えての率直な感想をお願いします。いや、やっぱ松井君若いんですけどね、めちゃめちゃ勢いありましたね。はい、おもろかったです。あ、試合して楽しかった。試合の、はい、もう途中がおもろかったですね。はい。1分間の試合どうでした？分かってみて。いや、めっちゃ面白かったですよ。一瞬で終わった感じですね。一瞬でしたか。もうあと100ラウンドぐらいいけそうな感じしましたね。すごい、うん、あのセコンドの声とか聞こえるんですか。セコンドは聞こえるんですけど、うるさいからね、ほんまに。誰がセコンドか分からないんですよ。ほんまに。いやー、応援の声すごかった。いや、すごかったですね。相手の選手に対しての印象って何か変わりました？いや、やっぱりね、もうこの煽りの段階からやっぱすごい睨みつけてね、はい、おっさんもお前退けよって言われとったんで、はいはい、すごい気合いは感じましたね。それこそあの全国のおっさんたちに勇気を与えたいっていうコメントをしていらっしゃいましたが、今回でだいぶね、皆さん勇気もらったんじゃないでしょうか。どうですか、世の中のおっちゃんども。46歳でもまだまだできますよ、俺は、はい、だみんなも俺の背中についてきてください。お願いします。いや、今後またブレイキングダウンとか出る予定とかありますか。そうですね、今あの朝倉海選手に言ったんですけど、うん、次は赤コーナーでお願いしますと。今回青コーナーチャレンジャー祭だったんでね。はいはい、そうですね、はい、次は赤コーナーでお願いします。はい、あのちなみに戦いたい選手とかお願いしますか。ま、ちょっと疲れすぎて頭がわからんので、はい、また帰って宿題してきます。ありがとうございます。では最後に皆様に一言お願いします。応援してくれた皆様ありがとうございます。すいません、また出るんで応援よろしくお願いします。